のコースには今のところでこう入ってくる、近づいてくる軌道になります。あとはストレートを食い込む軌道を持っています。打たせました。弱い当たりピッチャーです。際どいが一塁アウト、スリーアウト。守りでは随所にいいプレーが見られています長野の松尾学園です。2回の表、高知の明徳義塾、ピッチャー白木のホームランで1点を先制しています。1対0です。さあ、序盤お互いに重視するという中で、まず高知の明徳義塾が先手を取りました。松尾学園の2回の攻撃がこれから始まるところ、5番からです。ご覧のように、1回4点、2回3点、3回4点という17得点、17安打で取りました。高岡商業戦の松尾学園です。いやこれを見ても序盤を重視するというチームがくっきり甲子園に現れてますね。この3回までに10安打 で、はい、で11得点を挙げたということなんですよね。本当に畳みかける攻撃ができる松尾学園ですよね、まあ、ランナーを出しますとね、そういった攻撃っていうのがまた楽しみですよね。そして今日先発の栗原、背番号1番の渡辺が8回9回を投げたという1回戦の成績です。中13日ではあるんですが、どうでしょうか、野手が大きなのを見るとあまり心配はないでしょうか。はい、本当に動きもいいですし、全くそういうのは感じさせないプレーをしています。さあ5番の熊谷です。熊谷も2安打3打点、とにかく中軸がよく当たった1回戦でした。ファウル。まあ、序盤という中で、やはり一回り、最初の9人というのを重視したいという話もしていました、明徳義塾の馬淵史郎監督です。どんどん続けてます。やはり松尾学園の各バッターがですね、はい、まあ、初球からこう積極的にバットを振っていってます。バットを振りながらこうタイミングを合わせていくというようなバッターが多いですよね。当然こう初めて対戦するピッチャーを試合ごとに経験しなければいけない中で、まずそういう姿勢で臨んでいるということなんですね。まあ、当然その白木君に対する対策っていうのはやってきていると思いますが、まあ、打席に入らないとやっぱ感じるものって違うので、そこをバットを見ながらですね、しっかりここを感じていくという、まあ、全てのバッターを積極的に振っていく、まあ、今年の松尾学園のチームですよね。追い込まれてはいます。5番の熊谷、高く上がりました。スタンドに切ります。ファンです。まあ、振りながら合わせていく、そしてまたこうタイミングが合わないとなかなか早いカウントからも振っていくの難しいかもしれませんので、そのあたりの技術も必要。手元で動いていますが、カットボールなんでしょうか。はい、突っ込んでいくようなボールに見えましたね。はい、いわゆると詰まっているような感じの当たりなんですね。本当にほんの少し曲がるんですよね、カットボール。そのボールがですね、もうこの白木君のまさにこれ一番いいボールなんですよね。まだ本来の力からですね、そう高低という意味ではイメージよりは高いかもしれません。ボールを投げています白木、インコース空振り三振、ワンアウトです。今はいいところでした。最後の1球です。佐藤さんいかがですか。右バッターの膝元ですよね、そう食い込んでくるそのカットボール、高さも良かったですし、コースも良かったですよね。見事なピッチングです。ワンアウトランナーがありません。6番の金井、今度はアウトコースから入れてきました。少し真ん中の大きなボールを使いました。攻めてきます。あのボールでこうファウルを取るというのは一つ白木投手の形でしょうか。はい、初球は緩いカーブを投げて、はい、今はインコースのストレート、そしてまあカットボールというのがありますよね。両サイドを使ってきます。金井君に対してはですね、その白木君らしい投球ができていますよ。際どいところ見逃しの三振、ツーアウト。右バッターからするとどうでしょうか、遠いところから入ってくるボールでした。右バッターに対してはそのチェンジアップっていうボールもありますので、はい、外のボール、
ここまで右バッターの外のボールの精度、それがなかなか決まっていなかったんですね。コントロールができてなかったんですけども、今のボールしても良かったですね。ツーアウトランナーがありません。7番のキャッチャー野田。さあ坂口さん、白木からすると初回を切り抜けて自らホームランを打って、そしてライブ制球も安定してきましたね。本当気持ちが高まった投球ができているように見えます。詰まりました。キャッチャーネット際よく取りました。スリーアウト。リズムよく高知の明徳義塾守りました。2回終わっています。1対0、高知の明徳義塾が長野の松商学園をリードしています。改めましてこのイニングのピッチングどうご覧になりましたか。2回になってですね、本当精度高まりましたね。やはりストレートも走っているなという感じがしましたし、やはり特にそのカットボールがアウトコースとか右バッターのインコースですね、そこにしっかり決まるようになりましたので、投球の幅、これが出てきた非常に内容の良い2回の投球内容でした。そして明徳義塾はこの白木とゲームの中盤では吉村という、この左のスピードハンドから投げているピッチャーがいるんですね。いや、この吉村君がこの初戦の近畿地域商業、それで2回戦の明桜高校のときはピンチの場面で投球をしたんですけども、全くその動じずですね、そのピンチをゼロに抑える、この本当3回戦に、勝ち進んだのはこの吉村君の投球。春と違ってこの白木君との吉村君の2枚が出てきたということに、明徳義塾の強さというのを感じますよね。まあ、中盤どうしても70球80球ぐらいではピッチャー1つこう疲労がボールに現れてしまうケースがあるので、そのあたりでは思い切って変えていきたいという話は馬淵監督もしてきました。さあ、お互い序盤重視する中で2回終わって1対0、ここまでどうご覧になりますか。まあ、明徳義塾としてはですね、はい、先に点数を上げたくないという気持ちがあったでしょうから、で、先制することができましたし、まあ、白木君も 1,2 回この序盤をゼロに抑えた流れとしては、この明徳義塾さらにもう1点取るようなことがあればですね、非常にいい流れで、ゲームを進めることができる、まあ、そういう形にはなってますよね。8番から始まりますので、下位から上位へと打順としては回っていくこの3回になります。長野の松商学園も守りで随所にいいプレーが1回2回と見られました。栗原3回の投球です。まあ、今日は安達監督も粘り強く集中力をしっかり保って9人を戦う必要があるだろうという話をしていました。こちらが安達監督、松商学園の OB です。このような流れになってきますと、まあ、そのやっぱりこう先発ピッチャーの栗原君ですね、我慢しながらどこまで投球できるかでしょう。そしてまたあの点が入ったり入らなかったりも含めて、1イニング1イニングですね、重要するものがいろいろ変わってくるでしょうかね。バットはスイングしていません。3ボール2ストライク。当然このベスト8をかけた戦いとなりますとね、はい、1球やその1イニングで流れというのがやっぱ変わってきますんでね、この丁寧に丁寧に投げていくことが大事になってきます。バットはスイングです。空振り三振、ワンアウト。そういう意味でここフルカウントからうまく振らせました。はい、あとスリーボールツーストライクでもこうやって粘り強い投球をしていく、はい、そうすることによって守りからが攻撃のリズムというのを作れますんでね、やっぱり先頭バッターを追っていくのが大事なことになってきます。この梅原もバントの構えを見せながら出塁のチャンスを伺ったんですが、バッター出塁できませんでした。ワンアウトです。ラストバッターの岩城です。この後先ほどヒットを放っている米崎。明徳義塾の攻撃からするとですね、はい、これはこの今の低めのボールですね、このボールに手を出さないこと、まあ、攻撃としては高めにボールを張っていくことが大事になります。その低めの変化球あまり手を出してないように見えます。いかがですか。はい、この岩城君はですね、しっかりとボールの見極めというのができていきますね。スリーボールです。粘り強い集中力を持って戦いたいという松商学園の安達監督の言葉がありました。ああ、見ました。
フォアボール、ワンアウトランナー一塁。いいところに最後なんですが、カウント的にはボール先行のカウントでした。この明徳義塾の各打者、相手投手の攻略をするためにはその低めのボールの見極め、これなんか岩城できてますよね。さあストレートが続いた第1打席、そのストレートを捉えてレフト前ヒットの米崎です。ワンアウトランナー1塁、フォアボールのランナー。初球はいいところでストライクをバッテリー取りました。一塁ランナーリードを取りますが、すみません、まあ、今はかなり外れましたが、坂口さん、初球なのですが、全く何かこう振るそぶりすらなかったという見送り方をしましたね。そうですね。そういうそぶりが明徳義塾の攻撃で何か仕掛けてくるんではないかなというのを感じさせますよね。さあ、中ボールワンストライク、動きなし、いわゆる平行カウントに戻しました。ツーボールツーストライクです。どうですかね、こうやって平行カウントになりましたので、はい、一塁とそのバッターとのヒットエンドラン、このあたりも考えられますよ。動きはありません。スリーボールツーストライク。さあ、フルカウントになりました。これで坂口さん、逆にランナー動きやすくなりましたね。はい、ワンアウトですけども、どうですか、ここは動かしてくるんじゃないですかね。しかし、ここは米崎も第1打席はヒットなんですが、この第2打席でじっくり見てきます。この1番バッターのこの米崎君ですね、はい、まあ、2回戦でも3ベースを打ち、まあ、1番バッターとしてキャプテンとしてチームを引っ張る選手ですからね。攻撃としてはどういうプレーでもできる選手です。うまくカウントも作って、さあフルカウント、1塁ランナースタート。1つファウルになりました。バッテリーとしても、まあ、ランナー溜めたくもないでしょうし、一つ前がフォアボールですので、はい、四球連続というバッテリーも作りたくないでしょうしね、はい、7球目、今度はランナー動かず空振り三振、ツーアウトランナー一塁。坂口さん、今度は動きませんでしたね。動かなかったですね。しかしここは栗原君ですね、スリーボールツーストライクからでもね、今のように変化球、このスライダーでこう三振を取った、非常にアウトをまず取り行こうというそういった姿勢がですね、三振につながりましたね。2番の池部です。フラフラッと上がっています。サード後方守備範囲でした。熊谷掴んで3アウト、ランナー1塁に残塁。明徳義塾ランナー出しましたが追加点はなりませんでした。3回の表まで終わっています。1対0、高知の明徳義塾が長野の松商学園をリードしています。守りにつきます明徳義塾のベンチ入りのメンバーをご覧いただいています。背番号7番、外野手の高松、内野手の西岡、ピッチャーの吉村、登板の可能性が十分にあります。内野手の西川、外野手の小坂、ピッチャーの矢野、キャッチャーの江坂、内野手の寺地、そしてピッチャーの小林と入っています。下村圭と記録員がベンチに入っています。馬淵史郎監督、まあ、今年のチームがそれほど長打が出るわけではないので、ロースコアで粘り強く戦うしかないんですよと、まあ、謙遜していらっしゃいましたけれども、ただ相手に応じた戦いぶりというのは坂口さん、甲子園でも見られてますよね。はい、本当初戦、回戦ともに、まあ、好投手との戦いでしたけども、はい、いや本当にこの明徳義塾の馬淵監督の采配、さらに、まあ、それに対して選手をしっかり応える、非常にこう粘り強いチームを作っているなというのを感じさせるチームですよね。序盤重視という中です。このイニングで9人全員長崎に入っています。長野の松商学園、
松商学園からしても当然ですね、序盤に点は欲しかったと思いますけれども、入らないことも想定して試合では入ったことですよね。まさにその足立監督もですね、今日は粘り強さ、まあ、この辺りがポイントになるだろうというふうに言ってましたのでね、こうやってしっかりとついていくということが大事になってますよ。当然一度打席に立って相手の状態、球筋などを見ながら中盤へのゲームを進めていくことになろうかと。いいゴールワンス自ら今日ホームランも放っています。先制ホームランピッチャーの白木、フォアボール、ノーアウトランナー1塁です。初回に続いて2度目のノーアウトランナー1塁、いずれもフォアボールで出しています。まだヒットはありません松尾学園です。先ほどこの3回の表ランナーを出しながら明徳義塾を0点に抑えば、これ非常に大きいんですよね。流れとしてはその松尾学園、まあ、先頭バッターも出ましたんでね、いい形で上位打線につないでいきたいところですよ。ラストバッターショートの吉水、バッターがうっと空振りになった。あっと一塁ランナースタート切ってしまった、挟まれています。タッチアウト、ランナーなくなりました。ワンアウトランナーありません。出てしまいました。乱闘だったんでしょうね、はい、バッターが空振りをしてしまいましたので一塁ランナーが飛び出してしまった。ちょっともったいなかったなという感じですね。ただ今あの加藤の取ってからの送球入りだったですね。いやね、明徳義塾ですね、本当にこの辺りなんですね、はい、本当に守りも本当に固い、このキャッチャー の加藤君が本当にこう全体をよく見ながらですね、守りの要としてチーム引っ張ってますよ。非常にこう走行しレベルが高く、状況に応じていろいろなプレーができます明徳義塾です。さあこういう形になりましたので坂口さん、八中学園としては簡単に終わりたくないですね、はい、もう一度ランナーに出てですね、はい、あのやっぱり後ろ人そして加藤君このリズムを崩していきたいですよ。三振、いっぱいのボールでした。2アウトランナーがありません。3つ目の三振です白木。その中でこのアウトコースのボールです。ワンアウト、やはりキャッチャーの加藤君が一塁ランナーを刺しましたので、はい、気持ちよくですね、また白木君が非常に内容が良くなってきましたね。第1打席フォアボールを選んでいる田口、初球から積極的にスイングをかけていった第1打席でした。ここは逆に簡単に終わりたくないところで2球見てきました。まあ、ここは今日は先頭バッター正しく起用にやっぱ応えたい、チームにやっぱ勢いを与えたいですよ。この後は1回戦よく当たっている中軸になってきます。ショート正面、キャプテン米崎さらいてスリーアウト、ノーアウトのランナー出しましたが松商学園得点に結びつけることはできませんでした。序盤の攻防終わっています。高知の明徳義塾白木のホームランで1点を先制しています。強い打球でしたけどね、はい、野手の正面岩崎君もしっかりとさばく、低めに、コントロールが白くできてますね。お互いに守りでいいプレーが序盤見られています。今日の第2試合です。長野の松商学園のベンチ入りのメンバーです。1回戦も登板がありましたピッチャーの渡辺宗次郎、キャッチャーの藤井氏がキャプテンです。少し肩を痛めたということでベンチからの登場が目立っています。内野手の宮下、キャッチャーの西、内野手の柴田、内野手の渡辺弘恒、内野手の滝川、そして17番の外野手は約18番の今井は1回戦1番で先発出場しています。記録員下村圭人が入っています。失礼、宮川春人が入っています。失礼しました。チームを率いるのは足立修監督です。松商学園で2度甲子園出場の経験があります。早稲田大学プリンスホテルを経ましてプリンスホテルでは監督のお務めになりました。あの坂口さんが日本石油の監督時代に同じ時期に監督だったことがあります ね、はい、そうですね。足立さんがですね、本当プリンスホテルの監督をやられる時の中で日本石油の監督をやってましたし、はい、大学時代も足立監督がその早稲田大学時代に私は明治大学に在学してましたので、本当に一緒に野球をやった間柄で、こうやってですね、高校野球の小学校の監督として選手たちを育てていらっしゃる、まあ、選手としても本当に素晴らしい選手でしたけども、本当に監督としてもですね、
今の長野県の試合を引っ張っていらっしゃる、非常にこういい選手たちを揃っていらっしゃいますよね。この夏、母校を率いて4年ぶりの夏の甲子園出場という足立監督です。この回先頭3番の森松、ショートフライです。ワンアウト。だいぶ風もあるところですが、セカンド、そしてセンター、レフトとしっかりと追いかけて、最後はショートの吉水がさばいています。4番の加藤、そんなやっぱ低めのボールではなく、やっぱベルト、それからその高めというんですか、そのボールをしっかり狙っていってるというのは感じますね。この後がホームランの白木です。そして少し高く来ると今度は振ってきます。またその栗原君もでも横の幅ですね、インコース、アウトコース、この辺りをうまくつきながら投球をすることができています。イメージのボールはチェンジアップなんですね。右バッターにはインコースを見せた後にチェンジアップ、はい、このボールをうまく使いながら投球をします。ストライク、見逃しの三振、ツーアウトランナーありません。4つ目の三振を奪いました。さあ白木の先ほどのホームランです。ミットとは少しコースが違いましたけれども、この白木がさばいたというホームランでした。さあここは2アウトランナーなし、ホームランを打たれた白木に対する栗原のピッチングです。坂口さん、当然ピッチャーからすると一つ前の打席で打たれてますから意識はあるでしょうね。そうですね、先ほどそのストレートをホームラン打たれましたので、今2球続けてこのスライダーですね、はい、外のボールを中心に配球しています。そのボールを振らない中で今度はインコースの速いボールに切り替えてきました。今もその左バッターに対してインコースですね、はい、その厳しいボール、このボールを投げていくことも大事になってきます。強い当たり、正面でした。スリーアウト、いい当たりではありました。しかしファーストの斉藤の守備範囲でした。4回の表、高知の明徳義塾3人で終わりましたが、この白木の当たりです。打球早いですよね、まあ、インコースのストレート投げた後のスライダー、まあ、白木も張っていたと思います。はい、ただそのボールに対してもうまく反応はしてます。これですから一つピッチングはもちろんなんですが、白木の打席というのもこの後一つ注目ですね。はい、やはりそのクリーンアップというのは5番ですけども、本当勝負強いバッターとしてもですね、はい、真白木君ですね、非常にこういいものを持ってますよ。4回の表まで終わっています。1対0、高知の明徳義塾が長野の松商学園をリードしています。さあ松商学園からしますと、3人で攻撃を終わらせましたので2番から始まるという高打順、中盤、そして2回目の打席に各バッター入ってきます。改めまして坂口さん、はい、松商学園から見るとこの高知明徳義塾の白木投手、どういう意識で打席に入る必要があるでしょうか。あの左バッターはやはりその外のボール、はい、そこにしっかりと張っていくことが大事でしょうね。で右バッターに対してはその内側に食い込んでくるこのカットボール、このボールはなかなか打つの難しいかなと思うんです。ただしですね、カウントを取りに来るボール、このボールですね、ここをしっかりと狙っていきたいですよね。それで今日はあの右バッターのアウトコース、遠いところから曲がってくるボールをですね、勝負球などでよく使ってますね。そうです、追い込むとですね、右バッターに対しては外のそのチェンジアップというボールがありますので、インコース、そしてアウトコースのボールはなかなか打ちづらいので、そこをファールで、しっかりと逃げて甘いボールをしっかりと打っていきたいところです。さあ2番の真中、この後折りの斉藤という中軸です。小学園としてはこの2番の真中君、そして3番の織野君、この2人がチームを引っ張る選手ですから、なんとか突破口を広げていきたいですよ。その中で2球で追い込まれました。なんとか当てたというような形になりました。
遠ざかっていくボールですから、見極めも含めて非常に難しい選球眼も要求されます。おそらく坂口さん、今の1球は外れてもいいというボールだと思うんですが、それも際どいように来ますね。加藤君の構えたところでしっかりと投げ込んでますよね。ピッチャーゴロ、軽快です。ワンアウト、先頭バッター打ち取りました。真ん中からすると強いスイングをさせてもらえませんでした。ここはやはり篠木君、ボールを走ってますよね。はい、本当こうコントロールが乱れる場面の場所からあったんですけども、ストレート、このボールも走ってますよね。3番の森も5安打6打点という1回戦の成績です。2球キャッチャー加藤のミットから少しボールがばらつきました。外いっぱいです。左バッターにこの外のこのカットボール、はい、このボールですね、非常にいいボールです。今度はボールゾーンで誘ってきます。最初の2球少しばらついたように見えたんですが、3球目4球目しっかりコントロールしてきましたね。打席の中でもうまく立て直してきますピッチャーの白木。センターの右、守備範囲です。井上掴んで2アウト。2番、3番と倒れました。4回の裏、松商学園の攻撃です。3ボール、1ストライクから折茂君のこの変化球、スライダー狙ってはいったんですけども、はい、いやいや詰まったんですかね。それをちゃんとやっぱ白木君は変化球のキレというのもやっぱいいんでしょうね。そうですか。さあ、4番の斉藤。いや、松商学園としては2番、3番、4番、まあ、2アウトからでも、やっぱりランナーは出していきたいところです。プラスバンドが入ることができませんので、まあ、事前に録音した音楽を流しながら応援をしています両チームです。いいコースです。外れましたが、いいコースに投げてきました。少し今の2球は抜け気味には見えるんですが、ただコースは結構厳しそうですね、はい、よく腕が触れていますのでね、はい、どうですか、ね、ほんの少しなんですよ、タイミングが少しずれてます。強い当たり、よく取ったファースト、自分でベースに入りました。いわきファインプレイ、スリーアウト。2番、3番、4番というところでしたが、いい守りがまた出ました高知の明徳義塾。坂口さん、捉えたかなという当たりでしたが、いや強い打球、これも一塁から抜けたなと思いましたけども、はい、一塁手の森脇君、この速い打球の時よく反応しましたよね。いや本当にこの守りが固いですよ。少しと狙いよりは中に入ってきたボールを捉えた斉藤も見事だったんですが、はい、変化球、そして低めのボールを投げている白木君に対して内野手がやはり投げる前からしっかり構えてますよね、はい、で来るんではないかというように反応している、まあ、ですから今のような難しい打球でもさばくことができる、まあ、この辺りは練習量だと思いますね。いやしかし本当に初回からですね、お互いにこう随所にいい守りが見られてますね。さすがこの3回戦、はい、ベスト8に入るというチーム鍛え上げられてるなというのを感じますね。さあ4回まで終わって1対0です。まあ、どちらかといえば攻撃力を前面に出したい松商学園と粘り強く戦っていきたい明徳義塾、ただ今1対0というスコアです。6番の山影から攻撃が始まります。リードする明徳義塾。坂口さん、流れはどうなりますか。まあちょっとどうですかね、まあ、1対0明徳義塾がというふうに言いたいところですけども、はい、松商学もアウトではなってるんですけども、捉えてはいるんですよね。フラフラッと上がっています。ライトの折も1回戦はセンターでしたが、今日はライトに入っています。